ロシアに対する理解をお互い深めていきたいもんだなと私は思っております。私自身明日もまた安倍総理にお目にかかりながらですね、ロシアの報告をしながらまた少しでも日ロ関係が発展するようにですね、汗をかいていきたいとこう思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。日本とロシアの関係について。